東京都で今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに138人確認されました。1週間前の金曜日に比べ62人減りました。重症者は昨日より2人減って68人となりました。また今日新たに18人の死亡が報告されました。